阪神1の4楽天、6日、甲子園球場。阪神が今季初の同一カード3連敗を喫し、最大7を数えた貯金が底をついた。甲子園6連敗で交流戦は1勝7敗。岡田秋信監督、66、は、明日から開幕するんやからと切り替えを強調した中、二軍調整を続けていた佐藤照明内野手、25、が7日の西武戦。 甲子園から昇格する見込みであることが判明。重いムードを断ち切り、苦しむ猛虎の救世主となってくれ。写真、8戦連続打で調子上げ上げ上,げ上カーブ矢印佐藤照、動きもちょっと変わってきてる。聖地の夜空に発球が力なく舞い上がると、今季最多4万2625人のため息が一斉に漏れた。3点を追う9回、死一塁で原口が三飛びに倒れ、 今季初、甲子園に限れば第二次岡田政権初の同一カード3連敗が決まった。もうええやん。これで、貯金、ゼロなったんやから。明日から開幕するんやから。それだけよ。岡田監督は試合後、冷ややかな笑みを浮かべながら敗戦を振り返った。5月25日に今季最多7もあった貯金が12日間で底をついた。4月18日以来49日ぶりの貯金ゼロ。 甲子園6連敗は1分けを挟んで8連敗した18年以来と屈辱的な数字が並んだ。初回に西優が先頭の小坊に支給を与えると、一死二三塁から鈴木大に先制の2点的地打を浴びた。試合前まで直近13試合で2得点以下が11試合のチームにとって、途方もなく重いビハインドとなった。打線は3回一死三塁から投手、西優が放った敵地打のみ。 のてじんは奮起できず、4安打で1点止まりに終わった。5試合連続で4番に座った近本は、いつでも踏ん張りどころだと思います。いつでも勝たないといけないし、負けていい試合なんてないと悲壮、悲壮、感を漂わせた。深刻を極める頻打を解消する一手として、佐藤てが7日から昇格する見込みとなった。 5月15日に登録を抹消された佐藤テルは6日のウエスタン広島戦。U で2回に8試合連続安打となる右前打を放ち、打率318と好調を持続している。岡田監督はヒットの数だけエラーしてるやんと守備面を課題に挙げていたが、この日も三塁守備を無難にこなした。 さらに2軍で3試合連続複数安打を放っているトヨタも第二次岡田政権下で初昇格となる見通しだ。同広島戦では3安打3打点で打率、331と絶好調。懸命のアピールで1軍切符を勝ち取った。代わってこの日、8回無視1塁で代打起用され、見逃し三振に倒れた小野寺が2軍再調整となる。首位、巨人とは2、5差となり、 少しずつ引き離されつつある。指揮官は、明日から開幕言うてるやん。切り替えてって、みんな毎日切り替えてやろうとしてるよと力を込めた。二分からの新たな力が虎の窮地を救ってくれるはずだ。甲子園六連敗甲子園六連敗は一分けを挟んで八連敗した2018年9月13日、中日戦から10月5日、中日戦以来、約4年ぶり。 この日の敗戦で今季甲子園は11勝13敗1分け、勝率458となった。なお、同一カード3連敗は23年6月23から25日、DNA3 連戦、横浜以来1年ぶり。甲子園では21年9月28から30日、広島3連戦以来で第二次政権初の屈辱となってしまった。 球団ワーストの交流戦1勝7敗、交流戦開幕8試合消化時で1勝7敗は球団史上ワースト。これまでの最地2勝目は2018年の8試合目。なお、交流戦終了時の球団ワースト勝率は18年の353、6勝11敗1分け。また、交流戦仕込み最低勝率は15年。DNA で176。 3勝14敗1分け。